はい、どうもカズノです。そしたら同期電極みへ行きましょう。なんか新しいモンスターがね出てきてるみたいなんで、モンスターというかね、大型鬼かな、新しい大型鬼が出てきてるんで行きましょう。土和樹、うん、星6まで来たな、高いなよし、じゃあ行くか。あー、3体ね、別動体で動かしとこうか、まあ、とりあえずクエアまで行くかな。じゃあもういうとこを切れ、連携とこ、運気でしょう、ここは運気でしょう。よっしゃ行くか。いや、新しいモンスターか、ちょっと緊張するなやっぱ新しいモンスターワクワクすると同時に、なんかどういうモンスターなんやろっていう緊張がね。英雄を取り戻しに参りましょう。わかりました、行きましょう。なぎさん、さあ新しい場所やな。あー来た、氷っぽい。だから今炎属性の鎖がまで来てます。なんかキモいな、キモいな、カメっぽい、なんか、なんか滑ってきたで、こいつウミガメモチーフやる絶対あ、ちょっと危ねえ、危ねえ、多分炎属性が弱点のように気づけねえな。うわ、うまくぶち飛ばされてるやん。そういう攻撃もあるか、ちょっと読めへんな。まず結合破壊を見よう。あ、足、頭、背中、いやな、 OK、 分かった。とりあえず足とかあるから、じゃあ足狙いずれ微妙に入って当たっても、当たりにと思った逆に、ちょっと危ねえ。おい、でこれ返ってくるの、はい、知ってます、知ってます、 OK。 足ね、足、背中の角みたいなのかな。あぶね、当たってね当たってないんだよ、何さん、返しようぜ。とりあえず、とりあえずあれを破壊しようか、幕みたいなので。はい、はい、うわ、マジでそういう攻撃ある、スパイクショーだな、そういう攻撃あるなら言ってください。これ帰ってくるやつやから、うわ、めっちゃぶっ壊される。ダメだな、しっかりしようぜ。見た、全部黄色、なんか均等に黄色になった。いって、わからん、ありがとう、なぎさん、ありがとう。この回復は意外にしないよ。あ、ちょっと待って、当たってるんやけど、ちょっと回復してから行くよ。うわうわ、なんか暴れた、暴れなと、こんなもんでいったな。なぎさん、これ、もう一つくるかな。しゃ、いけ、じゃあ、OK、これは2発で変わらんね、怒って2発で変わらん。分身襲来も使ってこう、よっしゃ、どんどん行こうぜ。いっせー、そこまで当たるんかい、当たるなら言うてくれ。はい、ほいと、ちょっと、じゃあ、どういう動き、どういう動き、わからんねえけど、わからんねえけど、わからんねえけど、はい、OK、なんか微妙な戦いやな、持ってどうだろう、早くね、早くね、とりあえずやるけど、俺がやっていいもんなのか。オッケー、3人でいけ、3人でいけるならいける、いける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 ま、あ、そっちの回転もあるね。あ、了解、もう一発来るから注意して逃げる。はいはいはい、もう一発当てに行く。よっしゃ、ケイ、すごい、妨害行ってくれた。うん、何何何、あ、そうか、振り向けて、そうやった、忘れた。あの振り回しの後はなんかこう、はい、攻撃みたいなのがあるんやな。あの回転強くね、モーション速いし全然避けれへんし、え大丈夫か、はい、大丈夫よ、よっしゃ、頭いったかな、頭いって、ありがとう、なぎさん、はい、とはおかす、なぎ好きだらけだぜ、これ大通ぜ、なぎさんのおかげで、うん、
倒れるよ。アマの浜や。ちょその後に波動攻撃があると思う。ないと思う。さっきまであったやないか。波動攻撃を。それの範囲が異常なんやて。めっちゃ当たるんやん。なんやこのリフジだから波動するとき、戦闘機なんやん。怒ってるか怒ってないのか。ちょっとややこしいな、こいつ。めんどくせえわ。うるさい。はい、はい、はいはい、うん、どうやらない射程機怖いわー怖いわー、こいつ何してるんや、怖いわー、怖いけど戦い楽しんでるんだな俺は。うわ、ついていていて、バカ強えって。それ横に範囲めっちゃ広いし、ね、じゃあ微妙にしか当たってない。ここが破壊できるはずなんやけど。ありがとう。赤やん、もう赤やん。セイス成功です。シャイ、あと破壊するぞ。ほいほいとほいと、すげえ。シャープ、なんか破壊したぞ。またウザクがなんか破壊したぞ。シャープ、ヘイ全開。じゃあ怒った、怖えな、怒ると怖えな。こいつ外れるからな。ちょで波動攻撃をすると。で俺はわざわざ当たりに行くぞ。何こいつ、どういう攻撃、どういう攻撃。お、当たらんねえ。今のは当たらんねえ、あの範囲。どうやん。痛いな。じゃあじゃあどんどん行こう。いや地味な戦いやなこれ。こいつの恋が微妙すぎて。じゃあやっぱ4人でやるのが楽しいな。4人でこうな。NTG4 人連れていくのが楽しいな。最初はもっと極めるのは後でいい。ソロとかはもっと後でいい。今はもっと楽しむので、この戦いをっていう感じやな。よいしょ、でも楽しんでよ。俺は3人でも楽しんでよ。じゃあ風船を使っていこう。どんどん使っていこう。7回もあるからな。ループや、よいしょと。よかった、体力半分もいってないんか今。残念や、それは非常に残念や。全然減らへんやないか。全然減らんぞこいつ、マジで。もっと参加攻撃当てていかなきゃんか。おいやった、好きだらけだぜ。お呼ばれするぜ、もっと。うん、ほいとほいと、全身襲来がもうちょっと使える。おい、何その攻撃。あー、なるほど。届いてない。やっぱこの四角攻撃から続ける三角攻撃が一番いいかなっていう感じがするな。もう潜った。え、潜ったよ。ちょっと、それあかん。潜るやつは俺聞いてない。おお、つえー。変えるか、これ。いや、カメ。カメ。おお、ちょ、何、あんま近づかないんですよ。何や、これ。疲れとる。え、何？潜ったで。潜ったで。ナギさん大丈夫ですか？ナギさん大丈夫か？めっちゃ狙われてるけど。もう翻弄されてんね、俺ら。ちょ、止まれ。止まれ。止まりなさい。うわ、怖い。めっちゃ攻撃力高そうやん。さ、闇攻撃。使ってこう。いやーかっこいい。よっしゃ、いいね。ん？なんか今ケツボッカイしたんか。あ、背中のやついってるわ。あとこれもいってるわ。俺やっとこう。お、なんか破壊したわ。いいですね。なぎさんもいた。失敗でやれば早いぞ。おーっと、また破壊したぞ。なんかめっちゃ破壊できてないこれ。あいつの V が再生したとかじゃないよな。もう一個あるやろ。もう2個あるわ。2個踏んでていこう。いやー、ちょっと、めっちゃあるやん、これ。なんだ、どういうこと？ってことは、こいつは、この、もう、状態に入ったときに、極みの攻撃をやりたいのが一番ええってことなんだな。なんか、そんな雰囲気あるな。よいしょ。どんどん行こう。
攻めよう。いけ。ナミさん大丈夫か？あ、バイブした。いいね。分かっとるぞ。こちらの糸を汲み取ってくれているよ、ナギさんは。何あれ。こっちの攻撃めっちゃ当たるけど。浜の浜や。じゃあ俺も軍神襲来行こうかな。9000使っとこう。うわー、タイミング悪い。おい、おい。ああ、そういうことね。なんか攻撃当てるか、なんか、まあそれでひるましてるんかどうかになるけど。なんか潜ってる時にひるませると、こういうダウン状態になると。そんな感じかな。ちょっと待って、危ないやつ、危ないやつ。ああ、避けれへんやん。俺走っとったの。もう回復しよう。一回復しよう。修正があるんだ。お、なぎさんも使ってくれる。ありがとう。いいね、この回復は。回復、いいね。いただけたぜ。頭ゲットしようぜ、こいつを倒して。危ない。近いぞ、なぎさん近いぞ。ちょっと危ない。痛い。結構当たり範囲で出たりかな、これ。ちょっと危ない危ない。でもこっちの攻撃当たらない。当たらない。OK。ん？なんか俺。あ、四角流ししてもらったかな。多分そうやろう。ちょっと待って。ですよね。いや、なんかぬるっと出るの。潜るとめんどくせえから、ね。ちゃんと戦おう。おい。マジで。あ、まだ早かった。まだ早かった。じゃあ、使っていこうかな。どう？抗議でございます。抗議でございます。はい、我々は。寒い。こいつなんかめんどくさいわ。な、追ってるだけやん。坂本龍馬を獲得した。おー、かっこいい。坂本龍馬さんじゃないですか。かっかくたる戦果、お見事です。ん？手に入れてない。え？手に入れてるか。手に入れてるか。なんでこいつ残ってんの？こいつ何？謎に残るね。なんで残ってんすか、なんか。おい、おい、せーこくらせやったんねや。おい、こいつまだ。え、マジで？何？ナギ、後ろだ。危ねえ。いや、成功したんや。なんか第二形態あるんかな、思ったら。後ろ、危ないとか言うから。何か思ったんや。何か思ったけど、なんもないや。なんだそれ。希少鉱石手に入れてる。希少鉱石、なんすかそれ。はい、坂本龍馬獲得。少しでもいい世の中にせんとな。なんでお前関西弁やねん。ゴリゴリやねんか。うわー、希少品獲得失敗。なるほどね。これが弱点か。早鳥の希少部位獲得ならんかったらほとんど獲得できませんよ。目が覚めたみてえだな。なるほどね、そういうことか。バカ、心配したんだから。お前だ、ごめんやで。でも凪さん守るためやからしゃあねえやんか。発想よ。よかった、この大バカ者。うるせえ。大バカ者言われたくねえわ。あんたにはヒヤヒヤさせられるぜ。まあでも今隊長に行かれては困る。危なかったな、事実。あ
の世行き一歩手前ってとこだぜ。え、マジでそんな俺危なかった？あんま無茶すんじゃねえ。ナギはあいつがてめえの傷を塞いでくれた。やってくれたもんやな、やっぱ。礼を言ってきな。うん。つってもあいつも礼を言いてえだろうが。まあでしょうね。もう動いて大丈夫なの？こいつは頑丈にできてる。うるせえ。なんとかなんだろ。富岳うるせえよ。そんな適当な。ほんまやで。じゃあナギに話でも聞きに行こうかな。ナギさんありがとうって言って。俺の味方はナギさんだけや、ほんま。うん。そこにおらん。どこにおる？どこにおる？うわ、全然おらんやん。ってことはこの辺。おった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 。ナギさん発見。お体の具合は、うん、大丈夫です。もう少しお休みください。重傷だったのでございますよ。ナギは大丈夫？あなたに命を救っていただきました、うん、なんと感謝申し上げればよいか。なんよ、いいってことよ。二度とそれが隊長の役目だからさ。手術はできないと思っていました。サブうわ、サブ。あの時、はい、あなたの体から溢れる血を見て、私は恐ろしさで息が止まりそうでした。そういうこともさしてしまったわけやな。俺はあなたを死なせたくないと強く思ったのです、うん、それからは無我夢中で、はい、あまりよく覚えていません。克服したんじゃなかろうか。それで助けられてよかった、うん、ありがとう。こちらこそありがとうやね。最近涙もろくていけません。あんたは当代一の医者になりなさい、うん、友との約束まだ果たせるでしょうか。さ、きっとやられるさ。古い制約に従い進みます、うん、はい。未だ誓いは果たされていないのですか。いけますさ。物のとしても医者としても強さを手に入れようぜ、ナギさん。ありがとう。はい、こちらこそありがとう。光った。なんや、見たまかな。あ、やっぱり世のため人のため。よかった。こうは世のため人のため。おー、なんか手に入れた。私の御霊が分霊。これは分霊。え、御霊は心から信頼できるものに自らを分かち与えることがあるそうです、うん、おー、なるほど。ナギさんありがとう。初めての人やな、分霊。どうか持っていてください、はい、それは私の心です、うん、いつも共に戦っているさっていうことなんかな。分霊か。へえ、なんか新しいやつがまた出てきたな。まだ生き中へか、生き超かえか。せっかく鬼から解放してくれたのにいきなりぶっ倒れる気よ。心配したぜよ。わしは坂本龍馬、時代に風を吹かす男じゃき、うん、大宮で飯食いよったらいきなり下から鬼が出てきたわよ。あと今食われてもうたわ。恩師、鬼の指揮官を探しゅうそうじゃんの。もう言いにくいわこいつも。あいにくわしは役に立てんが、なにそのうち見つかるの。幕末中動乱の時代を見届けられんかったがは心残りやけど、ここはここで楽しそうぜよ、うん、どうやら歴史が変わろうとしゅうそうじゃの。これはたまるか。誰ちゃ言ったもんのおらん未踏の地、見に行かん手はないやろ。ないろ。歴史のフロンってや踏み出せぜよ。言いにくい。もう坂本龍馬言いにくいわ。はい、じゃあ今回、なんか新しい敵ね。名前忘れたけど、もう名前忘れてもうたんやけど、うん、なんとかなんとかっていう亀ね。うん。ちょっとめんどくさいな。あいつちょっと練習いるな。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。